みなさんこんにちは。私たちがフリソレティーンズです。なえなのです。倉田ノアです。よろしくお願いします。お願いします。今日は何をするかと言いますと、はい、ウィゴーに来ております。イエーイ。ということで、はいはい、恒例のウィゴー恒例対決ですか。そうですか。ウィゴー恒例対決、秋葉秋葉。イエーイ。原田さんでもやってますもんね。うん、ここだよね。え、そう、前回も多分なんでなんだろう。そう、秋なのでいつも5000円なんですけど、上限が今回ちょっと多分5000円だと裸の部分出てくるので、そう、ね、そう、ちょっと6000円にしていただいて、はい、やっていこうと思います。はい、お願いします。自信のほどは。秋ってすごい難しいから、着るものも困るし、ちょっと不安かもしれない。確かに。どうですか、まずどういうお洋服があるのか、私、ウィゴー楽しみです。そうですね。やっていこうか。はい、やっていきましょう。プリソレティーンズ。はい、ではまず私からやっていきたいと思うんですけど、まずはざっと見ていきたいと思います。なんか秋だからダボっと着ちゃうのもあり気もするけど、え、わかんない、この辺は違います、私じゃない。いや、やっぱこっち系と着ちゃうんですよね、色味とか。やっぱブラウン系とか。でも秋だから、あ、なんか羽織系の、お、タンクトップ、私やっぱり気になっちゃう、目つけちゃうな。秋だからまだ上に羽織ればタンクトップは着れるからっていうのをちょっと頭に入れます。夏はザはもうタンクトップ、露出が多かったからな。最近私も取り入れるようになったんですけど、こういうあたりを着るのは可愛い。でもさっきのタンクトップは私なんだよな。こういうのにピチッとしたパンツ合わせても可愛い。上はだいたい決まってきた。もうこっち系とか、さっきのタンクトップ系、シャツ系を羽織るっていうのを頭に入れて、次にパンツを見たいと思います。迷う。フレアパンツ系があれば一番自分的にいいかなって思ったんですけど、フレアパンツないな。まあタンクトップは外さない。もう欠かせないです。秋だから大丈夫。でも色味を見た時に、ブラウン、あ、こっちか。こっちで攻めて、金額見ないといけないっていうのが一番嫌。1990円が 30% オフになってるから1599円になります。あ、いいね、いいね、いいね、いいよ、いいよ、いいよ。これはちなみに1599円。いいね。またタンクトップなの。うん、でも秋だからブラウン系攻めてもいいかな。あ、なるほどね。上に羽織りながら、タンクトップのは、そう、タンクトップコール。え、決まってますか？全然。全く？まだまだ。でも多分こっちゾーンじゃない気がするからね。確かにここではないかもしれない。ですよね。系統が多分違うから被ることはない。確かに。ですよね。分かんないけど。やめて。タイプが違ったらどうしよう。なになに、これ着たらやばい。やばい。やばい。着ちゃったってある。出せない、出せない。楽しみにして。頑張って。じゃーん。じゃーん。じゃーん。じゃあ、なんとなく私の中でもイメージがついて大体決まってきてるので、あとはもうお楽しみということで待っていてください。なえなののターンということで探していきましょう。今回のテーマはコーデュロイ入れるかキャローペット入れるか、もう2つどっちかを入れたいんですけど、ちょっと金額を見ながら調整して選んでいきます。ゴー。キャローペットって好きなんですよね。4000円。今回は6000円でしたっけ。難しいかな。え、じゃあ例えばサロペットを買ったとして4000円だから2000円か残り。いけなくなくないですか。サロペによって値段が違う。安いのないかな。ないか。ないわ。これかわいい。
お、こっちも4000円ぐらい変わんない。え、だったらさ、こっちにした方が良くない？両方取り入れられますね、これだったら。コーデュロイもサロペも流行りのコーデュロイ、ストリートっぽくしたい。 M のがいいか、ラボがいいな。それにしよう。とりあえずこれで中身考える。今日はソブ成果がいないからアドバイザーがいない。人なんですもん、ソブ。なんかいるかいないかのその心細さの違いかな。決まった？早いね。何そのさ、もう最高。自信満々？うん。マジか。うん。怖っ。1599円。え、999円、マジっすか。そんな値段で売っていいん？はい、ということで、苗ももう決まりそうなので、続きをスタジオでご覧になってください。どっちが勝つかな。はい、それでは2人とも着替えてきたので登場したいと思います。はい、せーの、じゃーん。ぽいぽいぽい。ノア、エノ。着ませんね。お互いに多分着ないでしょ。私服みたい。うん、私服。もう本当に私の好みの秋の感じの着服。持ってそうな。今日これで着てそう。いやでもお互いに。ね。うん。超。またタンクトップ。タンクトップしか買わない。はい。ポイントを説明します。まず、まあ秋、まあ寂しい時期。秋冬ってさ、割となんか。人恋しいみたいなあるじゃん。だから色物を私は毎回入れるっていうのもしてて、まあ秋だからくすみカラー、夏もそうだし、この辺はブラウンでっていう感じ。基本ブラック入れがちだけど、秋は多分ブラウン系が多いかもしれない。普通に日中は普通にタンクトップとかで入れるかもしれないけど、夜とかってなると秋って肌寒かったりするから、羽織もあってみたいな感じで、秋冬に春物カラー入れるのいいっていうから。あ、そうなの。そう、だから入れてみた。なるほどね。入れてみたよ。いいね。いいでしょ。次、マヤノちゃん。マヤノは秋はサロペットを着たくて、うんうんうん、コージュロイがやっぱ流行るから、はい、それを両方兼ね備えてるコージュロイの生地のサロペットを選びました。うん、流行るね。メロンティーは緑の絵が描いてあって、後ろもあ、かわいい。かわいいよね。なんてかわいいの。後ろに緑の字が書いてあって、かわいい。緑とベージュ両合いいかなと思って。こういうの着れるようになりたい。これをさ、お互いにさ、6000円以内っていうのすごいよね。ね、6000円以内で、まあ、全身がコーディネートできるというね。しかもさ、こう両方違うわけじゃん、系統が。ね、だけどちゃんと6000円以内に揃っちゃう、収まるっていうのがすごい。すごい、ウェイコー。クオリティすごいし、うん、全然見えないしね。今回は、はい、ソブ成果がいないので。確かに。誰に決めてもらうかというと、はい、スタッフさんです。おー、どっちが勝つのか。いやー、じゃあ聞きますか。聞きましょう。勝ったのはどっちですか。ドゥルル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 ル、ジャンパン。あ、ナイナの3票。ちょっと待った、待って1票も入ってないっていうのはどういうことですか。今スタッフさんに聞いたら、ナエノはね、コーデュロイ、流行りそうなコーデュロイ入れてて、秋感、ね、秋感があると、うん、で、モノちゃんはなんかこれ脱いだら前回と一緒じゃねみたいな。ザ夏みたいなね。でも、まあ、確かに私普段はこういう感じでいるからね、うん、だそうです。負けでした。負けでした。ジョイフルエリーということで、はい、今回はナエノ勝ちました。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。で、今回はですね、今はちょっとウィゴン服を着てますが、いつもはジョイフルエリさんのプリソデを着て
フライント情報をお届けしたり、いろんなことに挑戦したり頑張ってますので、はい、やってほしいこととかコメントぜひしてください。お願いします。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。毎週金曜日18時に投稿されますので、はい、お楽しみに。あ、お楽しみに。バイバイ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 。愉快だね。愉快。ね、手作りスライムを作っていきたいと思います。イエーイイエーイイエーイ。そしてその後にその手作りで作ったスライムで ASMR をしていきたいと思います。イエーイイエーイ。え、すごっ、すごい、え、すごい、こんなに簡単にスライムってできるんだ、初めて知った。